していってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。大体6作品くらいをまとめてレビューするのぜ。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。ウィンドブレイカーズ、現代風にリバイブしたろくでなしブルース。主人公は地元の商店街が大好きなマイルドヤンキーの高校生の男であり、こいつらのチームが、他のチームの抗争だったり、商店街に対して悪意を働く奴をとっちめる、自警団をするという感じのヤンキー漫画。何が現代風かというと、キャラデザが東京リベンジャーっぽい感じの、いわゆる女性に受けるキャラクターな AKB システムを採用しているので、こんだけ多種多様のイケメソを出演させればどこかで推しに当たるだろうという感じが今風。2020年の漫画は女性も楽しめる少年漫画が当たるかどうかの大きな要素になっているので、例えばサッカースポコン漫画のブルーロックも、ヤンキー漫画の東京リベンジャーズも、どの漫画もドカベンのような芋っぽいキャラクターは出てこないので、ほぼ必ず細長いイケメソにしているところがポイント。AKB のようにとにかくイケメンまみれにして、女性の読者を取りに行くことが文芸大事。これは、ひとえに女性はコンテンツに、金を払ってくれる太い客だからなのぜ。男のオタクは口は出すけどコンテンツに金は落とさない。女性のオタクはしっかり推し活として、コンテンツにお金を落としてくれるって言われてて、だから発行部数の売り上げも、どれだけ女性のファンを獲得できるか、にかかっていると言っても過言じゃないわけです。長期連載しているし、アニメ化したので面白いんじゃないかなって感じの作品。田んぼで拾った女騎士、田舎で俺の嫁だと思われている。主人公は脱サラして田舎で農家をやっている男。こいつの田んぼに異世界転移してきた魔法とファンタジーが存在する世界の、くっころが現れてこのくっころと末永く爆発しましたとさ。遠い感じのシナリオ。この手の現実世界にファンタジーの住人がやってくるってシナリオってぶっちゃけ、大抵は、政府にバレて、魔法技術を独占できる権利をうんぬんってシナリオが始まるんだよね。まあ、人間の想像力というのは、そうなるように帰結してるんだと思う。学術的に興味深い部分なのぜ。今言った部分は別になんか不満とかそういうことを言いたいわけじゃなくて、例えば恋愛漫画ってつまらないってひろゆきが言ってて、それは恋愛漫画ってくっついて別れてくっつくってだけのシナリオを永遠に見せられるから進歩がなくてつまらないって言ってたんだけど、例えば FPS って大抵は、北朝鮮か中国かロシアかイラン人かナチスかズンビーか宇宙人を永遠にぶち殺すだけのゲームだし、うちらおまんじゅうは FPS が大好きだから、ずっと同じようなことを遊び続けているけど飽きないので、単純に興味のあるジャンルかそうじゃないかの違いでしかないんだよね。親の顔よりもトラックに惹かれるシーンを見てるけど、別に飽きることはないのぜ。まあ、そんな感じで、メンタルが弱ってる。女騎士を美味しいご飯と見返りを求めない優しさで籠絡して、本妻にする過程を書いた漫画。この漫画の徹底視点なって部分は、ハーレムものにしないで女騎士以外の当て馬だったり、ハーレム候補を出さない感じ。ハーレムものが好きな人族もいれば、一人の CP のイチャラブを好む人族もいるからこれは好みの話なのぜ。CP はカップリングの略ね。主に腐女子やオタ女子が使う魔法の略語です。女騎士の性格も理不尽系じゃないし、男性好みのような男が忌避しないような性格しているので、男性目線の恋愛ものが好きなら安定して面白いし作画もお上手だしいいんじゃないのって感じの漫画。俺ん家に来た女騎士と田舎暮らしすることになった件、田んぼで拾った女騎士、田舎で俺の嫁だと思われているのパクリ元となった作品であり、田んぼで拾った女騎士、田舎で俺の嫁だと思われているを読む前に、この漫画を読んでおくと、田んぼで拾った女騎士、田舎で俺の嫁だと思われているを10倍楽しめる、ミラクルフルーツみたいな作品。ミラクルフルーツってのは、先にミラクルフルーツ食べて、その後レモンとかを食べると、あら不思議？レモンなどの酸っぱい食べ物が甘く感じる。でまさしくミラクルフルーツなのぜ。例えば、成長チートで何でもできるようになったが、無職だけはやめられないようですなんかは、異世界迷宮でハーレムを読んだ作家が、俺も異世界迷宮でハーレムを見たいな漫画作りたいでって言った感じで、作った二次創作のような漫画なんだけど、別に露骨にインスパイアしているわけじゃないし、しっかり作家の癖とか好みが違うから、シナリオがどんどん枝分かれしていってどっちも面白い作品に仕上がっている。ところが田んぼで拾った女騎士、田舎で俺の嫁だと思われているなんかは、そんなことしないで、もうまんま、どっちがどっちかわからない出来だし、作画も似たような作画できる作画担当がついているからガチで RX78 とガンダムマーク2ぐらい似ている。素人からしたらどっちがどっちかわからないのぜ。多分田んぼで拾った女騎士、田舎で俺の嫁だと思われているの一巻を読んだ後に、俺ん家に来た女騎士と田舎暮らしすることになった件の二巻を読んでも、あれ？
って思うくらいで普通に読めちゃう、そんなミラクルフルーツ。で、シナリオはオークとかがいるファンタジー世界で、廃山兵をしている貴族の女がなんやかんやあって主人公の家に転がり込む。この後、見返りを求めない親切と美味しいご飯におもてなしをして、心を籠絡して手ごめにするという感じの漫画。女を籠絡したいなら、感度3000倍にするか、見返りを求めないおもてなしをすればいいのぜ。古事記にも書かれているのぜ。男を籠絡したいなら、狙った男が大病を患って入院している時に海外宿看病に行けば落とせます。古事記にもそう書かれています。全部ヨタ話なのぜ。感度3000倍以外信じちゃダメなのぜ。パクリ元との違いは、この漫画は主人公がイケメソではなく武将ヒゲのおじさんなので、男性向け色っぽい作品で種付けおじさんの方に共感するタイプは、こっちのオリジナルの方が感情移入できるんじゃないかなって感じの漫画。あとは、だいたいどっちも同じで農家やって、イチャラブしてって感じの漫画。無人島でいる人共同生活。さっきこの手の現実世界にファンタジーの住人がやってくるってシナリオってぶっちゃけ。大抵は、政府にバレて、魔法技術を独占できる権利をうんぬんってシナリオが始まるんだよね。って解説したけど、この漫画も後半はそんな感じになる。ホモと政府の魔の手からは絶対に逃れられない系の漫画。内容的には、ほぼ田んぼで拾った女騎士、田舎で俺の嫁だと思われていると同じというか、俺ん家に来た女騎士と田舎暮らしすることになった件と似た雰囲気のスローライフイチャラブ漫画なのぜ。どっちかの漫画を読んだ時は大抵どっちかの漫画のことを思い出す感じの作品であり、類似性が高いので、エルフが好きか、女騎士が好きか、その日の気分で決めればいいって感じ。それとこの漫画の場合は、女騎士ものと比較してバトル要素があるというか、この漫画は、もしかしたらネタバレ？ダンジョンも一緒に出現して、エルフと一緒に攻略するみたいな流れになるので冒険者要素もあるっちゃある。シナリオは、主人公が所有している島に落ちてた拓也さんのエルフを拾った主人公の男、その主人公が所持している島にダンジョンが生まれたらしく、メインヒロインのエルフの女はダンジョンから異世界転移してきたみたいな感じ。さらには、ダンジョンによって川から2が魔法が存在するということから主人公が衣食住を提供する代わりに、魔法を教えてもらうのとラッキースケベをたしなむという感じの、スローライフラブコメ漫画。この漫画は女騎士よりも脱ぎっぷりが良いので、色っぽい作品がお好みならこっちの方が合うかもしれない。それと一巻の作画は頑張っているがまだまだ発展途上という感じだったのだが、巻が進むごとになんとか可愛く描こうとか上手に描こうという努力と進歩が感じられるのはでね。読みやすいし、メインヒロインのエルフが男性向けにチューニングされた性格設定しているし、田舎の女騎士が好きならハマると思う。俺はまだ本気を出していない。昭和臭い作品。何が昭和臭いかというと、女の人の尻に敷かれるのが好きって感じの作風している部分。なんていうか、女に頼られたりチヤホヤされたらしょうがねえな、一丁俺がやってやっかみたいな感じの、ノリが昭和のおじさん臭いのぜ。で、昭和のおじさんってそんな感じの女性とか、領民にチヤホヤされるのが好きって感じが滲み出ている感じとかが昭和っぽい。別に2020のナロー系の主人公たちもチヤホヤされたい、承認欲求を満たしたいって感じなんだけど、大きく一つ違う部分があって、それは2020年のナロー系のチヤホヤは、相手は何かを要求してこないのぜ。これがガチで2020年の今風のナロー系を書くなら大事な手にお派で、この俺はまだ本気出していないって作品は、例えば、モンスターを倒してくれたらチューしてあげるとか、領民は困っているモンスターを倒してくれるから主人公が好きって感じで、チヤホヤに見返りを要求するタイプの漫画に仕上がっています。一方の2020年のナロー系は、例えば姫と結婚したければ魔王を倒せなんてシナリオにしたなら、それはもう青少年悶絶調教師に分からせてもらう案件だし、そのシナリオだとどう考えても生意気な姫を洗脳魔法で分からせる系の漫画にしか2020年のナロー系ではならないのぜ。これはひとえに昭和って女の価値が男の価値よりも高かったので、ある程度リソースを払わないと言い分の高さになれなかった時代なの。ところが男女平等がどんどん浸透したことと、平均して男が女に対して価値を見出さなくなったことによって、それが割に合わなくなったのぜ。まあそんな感じの、時代が進むにつれて一方的に読者や主人公が気持ちよくなること以外の要素を省いて最適化されているかどうかの違いが昭和臭いかの違いになります。内容は、一部の人には有能だってバレているけど、無能だと思われていた異業種の息子が主人公。こいつが、何でも解決できる能力を駆使して、何でも解決するうちに、みんなから実力を知られてチヤホヤされるという感じの漫画。漫画としてすげえなーって部分はメインヒロインが娼婦の女なのぜ。別に職業に対して、
おまんじゅうは差別意識を言いたいんじゃなくて、漫画ってのは、好きに何でもできる想像の世界なのぜ。だから、処女の女神から娼婦の女性から好き勝手配置できる世界で、あえてわざわざ、不特定多数の好感度が上がらないとわかっているような配置をするのか？って部分が、売れるかどうかは置いておいてチャレンジングでいいんじゃないかな？って思う。例えば、世の中には寝取られ物が好きな猛者がいるんだけど、それはまあ寝取られジャンルとして書いたらいいんじゃないの？って感じで、この漫画もある意味そういった特殊な性癖を持つ猛者が作った訓練された猛者向けの作品なのかもしれないという感じの作風。何が言いたいのかというと、売り上げ狙うなら娼婦にしない方がいいし、小説界的気持ちよくなりたいで作家性を重視したいでってのなら NTR ものとか、こんな感じの漫画にすればいいんじゃないかな？ってことを言いたかったのぜ。まあ、初めから寝取られ物が好きだからそこのマエストロになるって戦略もありますしね。全体的に、陰ながら世界を救うヒーローになりたいとか、そういった昭和っぽい中二欲を持っている、特殊な性癖の猛者が作った文芸作品という印象。